どうも、収納人コジマジックというわけでございまして、今回は東京都江東区にあります無印良品東京有明にお邪魔しております。では自己紹介をお願いいたします。無印良品東京有明の大塚です。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、無印良品の収納グッズをいろいろとご紹介していこうということでございます。それではコジマジックチャンネルスタートです。目盛り付きドリンクボトルとなっております。はい、もういきなり人気商品が出てきましたね。一目で水の量が分かるボトルになっておりまして、目盛り付きやからめちゃくちゃいいですよね。これ蓋を開けるとどうなってるんですか。はい、こんなようになっておりまして、はい、氷を止めるストッパーの蓋ですねがついているので、中に氷入れていただいて、飲んでも水がすぐに自分にかからないようになっております。いいのよ、子供なんかでもね。そうですね、子供でもまっすぐ飲んでます。そう東京有明の照明入り入ってすぐのところにあるということは、もうこれ注目商品ということですからね。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。こちらはポリプロピレン整理ボックスとなっております。4サイズございまして、いろいろな用途ですね、冷蔵庫の整理だったり、あとは文房具だったり、あとこちらのサイズとかお箸とか入れてカトラリーなども収納ができるサイズになっております。はい、もうこれは我々収納のプロにとってはもう鉄板中の鉄板商品で、引き出しの中を仕切るめちゃくちゃ便利です。私の使い方としておすすめなのがこれね、一番小さいサイズなんですけど、これここにラップ敷いてもらってご飯入れて、こういう形を作るとちょうど1膳分の冷凍のご飯を作るにめっちゃいい。竹材長方形ボックスでございます。はい、この竹素材やっぱりいいですよね。サイズ展開もめちゃくちゃ豊富なんですけども、この大きさが長方形ボックス小ということなんですけど、例えばコピー用紙とかね、資料系のものをこういう風に入れておくとね、すごくいいですよというような大きさです。あとこうやってね、こう蓋もついてるので、なんか良くない？これで、この竹素材っていうのが CO2 二酸化炭素を吸収して酸素を放出してくれるところから、地球温暖化防止の観点からも注目されてるんですって。だから結構いろんなお店でもね、竹素材のものが増えてきてるっていうのはそういうことなんですね。2段まででしたら重ねることができるので、はい、こちらも収納にもとてもいいかなって思います。ねえ、こういった大きいサイズのものありますし、全部ねこう蓋がそれぞれできたりもするので、すごく重宝すると思います。ポリエステル麻ソフトボックスでございます。はい、もうこれはね、もう定番中の定番でございますが、ポイントの方お願いします。こちらはですね、結構丈夫で中が意外としっかりしているので少しの水を濡れてしまっても大丈夫なのと、あと使わない時はこうやって折りたたんで収納することができます。中身の方がちょっとこうコーティングがしてるので、ちょっとこうね、汚れても拭いたりもね、できるというふうになってて、これね、耐荷重がおよそ10キロあるので、すっごい丈夫なんですよ。蓋付きタイプもあるので、例えば衣類なんかを入れて、シーズンオフのものを収納しておくときにホコリが気になるわという方は、こういうね蓋付きも選んでいただけると、すごくいいんですけど、今まで我々収納のプロが、ああこれどうしようかなって思ってたのがラベリング、この中に何が入ってるかっていうのを示すためにラベリングどうしようっていうので、この取っ手のところにこうやってねクリップがついてるものを選んで、ここになんかラベリングをするとか、っていうふうに考えてたんですけど、いいもの出たんですよね。布にも貼れるラベルシールとなっております。これいいですよね、はい、実は僕まだ試せてないんですけど、これどんな感じなんですか。こちらはペンで書いていただいて、はい、このまま貼るだけです。特にアイロンとか必要ないんですよ。そう、なんかアイロンって僕くっつけるのかなと思ったら、はい、もう本当にシールみたいにただ貼るだけでいいですよね。剥がれないんですか。剥がれないんです。取っ手のとこにこうやって合うようになって、これもよくできてる。貼るタイプだから、例えば上に置くときはこの
下の方にねラベリングを貼るっていうこともできるという、はい、ぜひ皆さん使ってみてください。竹材のフリーラックとコーナーラックとなっております。はい、これは比較的新しい商品ですよね。はい、そうです。これいいな。竹材になっているのでこうやって軽くてすごく持ち運びがしやすいものになっています、ね、軽いんですけど竹なので丈夫っていうね感じでございます。いろんな使い方できますよね。そうですね、こちらトイレとかに使ってる方も。そっか、トイレでトイレットペーパー置いたり、あとは観葉植物をね飾ってもらうものでもいけますし、まあこういうものだったら、まあ、こうやってシューズラックとしても使っていただけますし、例えばこれだったらあのデスクの上とかでね置いていただいても使えるし、こういう風な感じで組み合わせすることもできるから、まあこれ角が出っ張ってると危なかったりするじゃないですか。だからこういう曲がり角とかこういう三角を使ってもらってっていうのも考えられるし、こういうものもあるんですね。そうですね、はい、これはラック付きタオルハンガーとなっております。はい、こちらもすごく軽いので、うん、簡単にどこでも持っていけるという形です。観葉植物をハンギングして、ここにもこうやってラックがついてるから、なんかね小さい観葉植物を置いたりもできるしというね。ポリプロピレン小物収納ボックスでございます。はい、これね引き出しを開けるとこの中もねこうやって仕切ることができるんですね。で仕切り板の位置を変えることもできるし、これよくできてんのがこの仕切り板自体も外せて、こういう風に組み合わせると縦にも横にも使っていただけると。あとはこういった三段タイプというのもあって、これね深いので、例えば下着とかね、そういうものも入れてもらえるという、これめっちゃ便利ですよね。こちらがスタッキングチェストという商品でございます。はい、こちらの商品のポイントは、はい、こちらは一応スタッキングシェルフの棚用として作られているんですけれども、これ単体で引き出しとしてご利用もいただけるというものになります。ね、ちょっと見ていただきたいんですが、こちらがねスタッキングシェルフとの相性がめちゃくちゃ良くて、まあ、こういう感じで見て、これもう言ったらもう本当にぴったりにこうやって使っていただけるという、サイズ展開がめっちゃ豊富なんですよ。こういう感じで棚の中でこれ単体で使っていらっしゃる方も最近非常に多くて、めっちゃ便利です。これこちらがスチールモニタースタンドとなっております。はい、こちらスチール製だからめちゃくちゃ丈夫なんですよね。耐荷重15キロまで大丈夫です。この足の部分なんですけど、これ見てください。こうやってここにねこうやってシリコンのこういうパッドがついてるんですよ。なので、まあ、例えばテーブルなんかに傷がつきにくいっていうのもありますし、このスチールスタンド自体が滑りにくいっていうのもあると。小物なんかをさらにうまく収納するポイントがあるんですよね。はい、うわー気持ちいいなー。この引き出しを使ったら、まあ、こういうね小物なんかも、収納しやすくて取り出しやすくできますよという、はい、こういう組み合わせもいいですよね。もうちょっと小物を入れたいわという方はこうね二分割になっている引き出しもありますよと。これちょっと見てください。この上側にねこれくぼみが4箇所あるでしょ。実はこういうふうにで重ねることもできる。高さをもうちょっとセーブしたいという方は、実はこれねこの天板だけ外すことができて、でこうやって重ねてカチカチッとこうすることもできるので、そうすると高さを抑えることもできるという。こっち見てほら、これすごくない？こんだけシリーズがあるので幅もいろいろ選んでいただけますので、すごく便利に使っていただける引き出しです。こちらがコの字の家具でございます。はい、これもねいろんな使い方できますよね。まずこちらの小さい方35センチの方は縦でもいいですし、横にしていただいても、はい、こういう風にもこれ使えるんですよね。サイドテーブルとかして、おしゃれ、ちょっとおしゃれですよね。ねえ、かわいい、はい、サイドテーブルですとか、あとローテーブルとしてもご利用がいただけるものになっております。
本当にいろんな使い方ができて、例えばこの上にね、小物なんかを置いていただいて、この下には例えばファイルボックスを並べるとかね、こういう風な形にしてもらって、観葉植物を上下で置いてもらったりっていうこともできるでしょうし、で、この長い方は、まあ横にはできないんですけども、こういう使い方で棚としても使えますし、これ耐荷重、実は40キロあるんですよ。なので、例えば、ここに、ちょっとノートパソコンを置いて、デスク、ミニデスクとしても使っていただけるという、本当にいろんな使い方、ベッドサイドなんかにね、はい、置いていただいてもいいですから。ポリプロピレン小物ケースでございます。はい、もうこれはね、我々収納プロはめちゃくちゃ使います。だから収納プロのお宅に行って引き出しを開けたら、これがダラーッと並んでるパターン、非常に多いです。これ本当にね、いろんなものを収納していただける。例えば乾電池とかね、あとはフックとか、私大好きな結束バンドとか、あとお薬とかね、あと中身が見えるので、うん、何が入ってるかっていうのが一目瞭然ですね。そう、これで価格が190円ですから、これめちゃくちゃはい、というわけでございまして、今回は無印良品のおすすめ収納グッズをいろいろとご紹介していただきました。やっぱりね、無印さんすごいですね。ありがとうございます。もうサイズ感完璧。そうですね。はい、この商品がまたリンクしていくっていうのも、もう僕からしたらズキューンってなるポイントであったりするんですけども、はい、というわけでございまして、何かお知らせございますか？はい、東京有明では公式 SNS をやっておりまして、そちらで新商品なども紹介をしております。収納用品などもたくさん紹介しているので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。はい、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、無印良品東京有明の大塚さんでした。どうもありがとうございました。以上、収納時コジマジックでした。ご視聴いただきありがとうございました。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は、先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は、24時間いつでもどこでも受験可能な e ラーニング集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。